混んでるね。はい、ここは、来年の1月で惜しまれながらも、閉店することになりました、六花亭春鳥店です。私今まで一度も来たことなかったんですけど、やっぱりね、閉店する前に絶対来てみたいと思ったのでやってきました。六花亭さんは帯広発祥のお店なんですよね。はい、こうやってここで、ランチも楽しめるということで、ランチ食べてみますか。溢れてる、混んでる。何を食べようかな。ピザをやってる。アイスにしようかな。ストロベリーパフェ来ました。生クリームがふわふわ。
ごちそうさまでした。ここは何年やってたの？25年。あ、はい。Thank you.